テレビ朝日ワイドスクランブルで23日、秋篠宮さまの長女、ま子さまと年内結婚と報じられている小室圭氏が今後予定している、米英ニューヨークでの弁護士業の現実について特集した。全米法律事務所協会によれば、大手法律事務所に就職すれば、1年目の弁護士の平均年収は16万5000ドル、1800万円。しかし、 同州の弁護士会に所属する寺井真美弁護士は同番組に年収が一人歩きしているが、厳しい現実にも目を向けるべきと説明したという。その厳しい現実の一つが、年収に見合う働きを求められること。具体的には年収の2倍は稼いで来いと3600万円の収益を仕事が求められるという。しかし、 新人弁護士が大きな仕事を取ってくるのは難しいため、リサーチ、資料作成など上司の補佐業務が中心になり、労働時間は年に3000時間に及ぶほどハードワークが求められるという。さらに、仕事以外にも法律の勉強時間が必要となるため、休日にも休める時間は少ないという。ニューヨークは物価が高く、治安のいいエリアでは 1LDK、 55から66平方メートルの家賃相場が月額38から50万円で、仮に年収が1800万円だったとしても、支出が多く、生活が楽ではないのかもしれない。